企画添削第2弾3回目の今回は、一つの作品を取り上げて添削するのをやめました。皆さんの作品をいくつか見ていく中で、ここを直した方がいいのになという共通する部分に気づいたからです。その際に、ここを直した方がいいという例として、皆さんの作品を使ってしまうと、ね、悪いお手本として利用していることになってしまうので、ちょっと気が引けました。良い部分もたくさんあるのに、そこを褒めずに悪いところだけ話すのはちょっとフェアではないですよね。だからといって、良い部分も含めて全て話してしまうと、そこに時間を取られて、皆さんに共通している添削ポイントの時間が減ってしまいます。という理由で、今回は特定の作品を取り上げません。今回の話を聞きながら、あ、ここって自分のことかなと思いましたら、ぜひご自身で考えていただいて、工夫して変えていってみてください。3回目のポイントは、企画書は〇〇するつもりで書こうです。この〇〇とは一体何でしょう？多くの人に見受けられた添削ポイントについてお話します。まず、一つ目は、表紙を大切にしようです。いくつかの企画書には、表紙の情報量が極めて少ないものがありました。サンプルとして、私が先ほど作ったものを表示します。例えば、こんな感じです。峠方言白書といったことが書かれていて、どんどんゲームが想像つきません。表紙の絵もなかったり、すごい抽象的なものがハマっていたり、ゲームの中身とはかけ離れたイメージ映像みたいなのが使われたりするものもあります。表紙は企画書の顔ですよね。そういったことでは、すごいもったいないです。ジャンルもちょろっと書いてあるだけで、そして名前がある。こういうのは良くないです。ゲームタイトルについてこうしてみたらっていうアドバイスがあります。こちらは皆さんの好みもありますので、参考程度に聞いてもらいたいのですけれども、造語のタイトルっていうのは結構ゲームの内容をつかみにくくて頭に入ってきません。頭にタイトルが入ってこないと後で思い出すこともできないです。企画書のタイトルっていうのはどのみち製品版でそのまま使われることはありません。この段階からタイトルを決めることは実際にはないからです。その理由っていうのは、実はこの商標調査とか商標登録などいろいろな人たちが動いて決めていくものだから、ここで商標調査もしてないタイトルが実際の商品としてタイトルに決まることはないです。仮のタイトルであるならば、ゲーム内容が伝わりやすいものの方がいいですよね。なので、そこの木も使ってみてください。ここにあるような鬼ごっこアクションと書くよりも、例えばタイトルを渋谷駅構内で鬼ごっことかの方がゲームのイメージがつかみやすいです。そういったところを工夫してみてください。二つ目です。ターゲットと遊ぶ人のイメージ、これを分けて考えよう。これもよく見かけます。これはですね、企画書にすごい多いのが、ターゲットの欄にマニアックな、本当にそんな人いるの、本当にそんな人向けて作ってるのっていうのが書いてあるやつなんですよ。例えば、授業中スマホを取り上げられた小学生みたいなことがターゲットにハマっていて、そんな人いるの、そしてその人がこの商品を購入するのみたいな、授業中スマホを取り上げられた小学生がターゲットになってるから、単純にゲームの内容が先生に隠れて授業中にスマホを見るアクションゲームだったりするんですよ。先生に隠れて授業中にスマホを見るアクションゲームのターゲット層が授業中にスマホを取り上げられた小学生なわけないじゃないですか。ただね、本当そういうの多いです。ゲームの内容と単純に合致するのをターゲット層って書くのはすごい不自然ですよね。だってもしかしたら優等生やサラリーマンの人たちも楽しくこのゲーム遊んでくれるかもしれませんから。ターゲットというのは何かというと、どういう人たちが買ってくれそうかという集団を意味した言葉です。この集団があまりにも大きすぎるとつかみどころがなくなって良くないのですけれども、ここにですね、授業中スマホを取り上げられた小学生とかになってくると、今度はおいおい一体何人がそのゲーム購入するんだよっていう話になっちゃいますよね。なので、この場合のターゲットっていうのはアクションゲームが好きな高校生から20代男性と、気軽にアクションゲームを遊びたい人たちと、そういった形でもう少し分かりやすい集団で設定すると良いと思います。その人たちに向けて新しいこういう価値をこのゲームは提供しますよと書いてあると、企画書として成立します。ではですね、もう一つ、ゲームを実際に制作したり企画する際に遊ぶ人のイメージをリアルに想像することっていうのはすごく大切です。私の場合はよく友達の〇〇くんをイメージするようにしてます。結構仲のいい友達とかイメージします。あの人だったらこの時どういうリアクションするかなと、どこで喜ぶかなっていうのをリアルに想像しやすいからです。こうすることでゲーム中でやろうとしていることにブレがなくなって説得力のあるものになっていきます。この場合は先ほどのターゲットとは全く違う考え方で、遊ぶ人をリアルにイメージすることが大切になります。これを最近の言葉ではよくペルソナとも言ったりしますね。このペルソナをイメージするときのコツは、先ほど話したように友達をイメージするのが良いです。普段全く接点のない人で、例えばタワマンに住むセレブの子供たちみたいなことをペルソナにしても想像でしか補えないので意味ないですよね。なので、そういった人たちっていうのはペルソナには向いてません。自分がリアルに身近に知ってる人をペルソナに置くことによって、この企画を
を、あの人が遊んだらこういう反応しそうだなっていうふうに考えるのが役に立ちますので、ぜひそちらから入ってみてください。ちなみに、ペルソナを企画書に載せる必要はありません。ターゲットだけで十分です。ただ、ターゲットを設定するからには、ちゃんと企画の内容と合致するようにしてくださいね。そして3つ目です。今回皆さんが作ったゲームの企画書なんですけども、皆さん本当に頭の中で遊びましたか？ゲームスタートしてステージをリアルに攻略していって、エンディングまでたどり着く遊びっていうのを頭の中で皆さんやりましたか？私の場合は必ず企画書を書くときは頭の中でゲームを遊んでから企画書にしています。本当にこれはもうリアルに遊びます。目を閉じてね、コントローラーをカチャカチャしながら遊んだりとかもしますね。それはまるでプロボクサーがシャドーボクシングをするかのように遊んでますね。本当に最後まで想像してゲームをプレイして作っている人って実はあまりいないんじゃないのかなっていうのを皆さんの企画書を見てて思いました。なぜならば、リアルに想像して頭の中で遊べばすぐに気づく矛盾っていうのが企画書内に散見されるからです。それを見た瞬間、あ、この人は頭の中で遊んでないなってすぐにわかります。これは NG です。就活の企画書でもそうですし、実際にプロになってからでも絶対にやってはいけません。なぜならば、頭の中でしっかり動いてない企画は、万が一企画書が通ってしまったらゲームを今度作っている途中にそこで引っかかって悩んでしまうからです。なので企画書が通る前、みんなに発表する前にちゃんと頭の中で遊んで整合性を取ったものを制作の段階に進めるように注意しましょう。プレゼン中によく聞くのがゲームの核となる部分、いやーそこは作りながら考えますとか言ってしまう人ですね。これ NG です。その結果、全然そこの部分っていうのがまとまらずに迷走することっていうのは山ほどあります。これはゲームを作っている人は経験あるんじゃないですかね。そこは作りながら考えますとは言ったものの、なかなかアイデアがまとまらなくて、何度も何度も同じところをぐるぐるしてしまう。これは非常に良くないです。いいですか、皆さん。ゲームの核となる大切な部分は、絶対に頭の中でリアルにプレイしてから企画書に落とし込みましょう。最後に今回話したことを一言でまとめます。企画書はゲームを完成させるつもりで作ろうです。皆さん、もっともっと自分の作りたいゲームを頭の中でイメージできるはずです。この完成形を頭の中に作ってから企画書を作ってみてください。きっと魂のこもった良いゲームになるはずです。ここで皆さんが疑問に思うのは、いやーそう言ってもゲームがうまくイメージできないんですけど、どうすればいいんですか？っていうような疑問だと思います。これについてお答えするとしたら、まず、しっかりしたイメージができるように、たくさんのゲームを遊んでみてください。単に遊ぶのではなくて、遊びながら冷静に観察しているとですね、いろいろな部分が見えてくるはずです。多くのゲームを遊ぶことで、ここはあそこのあのシーン、ここの部分はあのゲームのあのジャンプしたところのシーンっていう風に組み合わせて継ぎはぎでイメージもしやすくなるはずです。これはプロのゲームデザイナーはみんなやっています。なので安心して皆さんもやってみてください。それでもうまくイメージできないっていう人もいると思います。その場合はまだまだ実力的にそのゲームを作る基準には達してないからだと思います。まずは自分がリアルにイメージできる簡単なゲームから考えていくのがいいと思います。それを企画書にまとめるべきです。なぜかというと、企画書を作った後に制作するときにハマってしまうからです。なのでまずは自分がゲームをリアルにイメージできる身の丈に合った範囲でゲームを企画してみて、そして実際にそれを作ってみてください。これを繰り返していけば、より複雑なゲームもしっかり頭の中でプレイできるようになります。企画書というのは商品化の第一歩です。この第一歩を真剣に作るところからゲーム制作はスタートしています。皆さんの素晴らしい作品が遊べる日を楽しみにしています。